無線従事者免許証とは、電波法に規定する無線従事者として免許が与えられたものに交付される文書である。略して、従免と呼ばれる。電波法第41条第1項には、無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。とあるが、総務省令無線従事者規則第十七条には、 総務大臣または総合通信局長は免許を与えたときは別表第13号様式の免許証を交付するとしているこの総合通信局長には同規則第3条により沖縄総合通信事務所長が含まれるこれは電波法第104条の3及び電波法施行規則第51条の1号第一項第2号の3により会場特殊無線技師 航空特殊無線技師、陸上特殊無線技師、第3級、第4級アマチュア無線技師については、総合通信局長または、沖縄総合通信事務所長に権限が委任されていることによる。期限はない。国家試験合格、養成課程修了、学校等の卒業、認定講習課程修了、業務経歴の到達などの要件が満たされ、次第、 任意の時点でで申請できる。国家試験の実施地、養成課程の実施地、学校等の所在地、認定講習課程の実施地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所に申請する。ただし、申請者の住所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所に申請することができる。2004年3月29日より1750円。 最高負は2200円。訂正や免許証関係事項証明は規定されていない。運転免許証やクレジットカードと同じ大きさの縦 54mm 横 85mm のプラスチックカードでホログラムが施される。四角の旧別の表記は第1級陸上無線技術士のように第9が全知され、 の部分は、種別の正式名称と同様に、アラビア数字でなく関数字である。理面には、英語表記のある種別では、訳分があり、辞書のある種別では、申請者の辞書が転写されている。第1級会場特殊無線技師及び、第3級、第4級アマチュア無線技師は、総合通信局長が、交付するが、英訳文での証明者は、総務大臣を意味する。 ミニスター・フォー・インターナル・アフェアッツ・アンド・コミュニケーションズである。種別によって次のように表記が異なる。免許証の番号の記号について無線従事者関係事務処理手続き規定によるところにより資格再編前のものを含め示す。無線従事者はその業務に従事しているときは無線従事者免許証を携帯していなければならない。ただし、不携帯に関して罰則はない。 無線従事者は取り消し処分、または再交付を受けた後、失った無線従事者免許証を発見したときは10日以内に、無線従事者が死亡、または失踪宣告を受けたときには、戸籍法の届け出義務者は無線従事者免許証を速やかに返納しなければならない。第2級、第3級会場特殊無線技師と航空特殊無線技師は、 制限無線電話通信士に見なされるが、免許証に付記はなく、英訳文もない。また、第3級会場無線通信士を除く、無線通信士と陸上無線技術士は、アマチュア無線技士にも見なされるが、これについても、付記や英訳文はない。免許証に関して、証明をする必要ある場合には、法文、または英文の証明書の発行を請求でき、 操作範囲等も記載してもらうことができる。証明の申請量は規定されていないので無料である。無線従事者免許証は日本国旅券発給や戸籍等本請求など観光庁の本人確認の際、一点で確認可能な身分証明書である。世界においても本人確認書類として利用できる可能性があり、国家によっては初手続きにパスポートを含め2種類以上の 政府発行の身分証明書を要求するところも多い。英語が併記された日本国政府の国家資格による免許証、資格書類は少なく2010年4月からホログラムによる偽造防止対策も施されたため信用度も上がり利用範囲が広くなっている。昭和25年電波管理委員会規則第6号無線従事者国家試験及び 免許規則の施行電波法施行規則第38条、第8号平成16年政令第12号による電波法関係手数料令改正。ABC 無線従事者、規則47条、別表13号 AB 早期伝第44号、無線従事者関係事務処理手続き、規定平成22年4月1日、国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクト、 ハット AB 無線従事者制度の改革平成2年版通信白書、第1章平成元年通信の元況第4節通信政策の、同行後電波利用の促進沖縄、総合通信事務所を含む。電波法施行規則第38条第8号、無線従事者規則第51条平成21年総務。 省令第103号による無線従事者規則改正不足第4号は三33年優勢。省令第28号による無線従事者国家試験及び免許手続き規則改正不足第16項、無線従事者規則第50条無線従事者制度よくあるお問い合わせ1の中2早期電第224号無線従事者関係事務処理手続き規定の一部改正に ついて、平成23年12月21日、国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト、昭和25年法律第131号、昭和25年天波管理委員会規則第6号、昭和27年法律第280号による、郵政省設置法改正昭和27年郵政、省令第32号による、 無線従事者国家試験及び、免許手続き規則改正章は29年優勢、省令第30号による、無線従事者国家試験及び、免許手続き規則改正省は30年優勢、省令第43号による、無線従事者国家試験及び、免許手続き規則改正章は32年優勢、省令第24号による、無線従事者国家試験及び、 免許手続き規則改正省は33年優勢、省令、第28号による、無線従事者国家試験及び免許手続き規則全部、改正省は35年優勢省令、第23号による、無線従事者国家試験及び、免許手続き規則改正省は40年法律第114号による、電波法改正省は43年優勢省令、第16号による、 無線従事者国家試験及び免許手続き規則改正章は46年優勢、省令第27号による無線従事者国家試験及び免許手続き規則改正章は49年優勢、省令第21号による電波法施行規則改正の施行章は58年優勢、省令第2号による改正章は58年優勢、 省令第38号による無線従事者規則改正昭和59年法律第87号による郵政省設置法改正昭和60年郵政省令第5号による電波法施行規則改正平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正平成2年郵政省令第62号による 無線従事者規則改正平成4年優勢奨励第71号による無線従事者規則改正平成6年優勢奨励第12号による無線従事者規則改正平成12年法律第109号による電波法改正総務省設置法の施行平成12年優勢奨励第60号による電波法施行規則改正平成15年総務 症令第40号による無線従事者規則改正平成19年総務。症令第60号による無線従事者規則改正平成21年総務。症令第15号による無線従事者規則改正平成21年総務。症令第103号による無線従事者規則改正平成24年総務。症令第56号及び 平成25年総務省令第19号による電波法施行規則改正情報通信振興会。ありがとうございます。